Hello, hello everyone, welcome back to another episode of Sword Art Online Alicization Licorice. Apologies for the lack of video because I headed back to my hometown and it's impossible to bring this, my gaming setup back to my hometown. It's so heavy. So yeah, apologies for the lack of videos, but I did manage to upload the prologue in time for you guys to watch before I went on my hiatus back to my hometown. Anywho, I'm not sure what you're supposed to do here after the prologue. Are we just supposed to travel back? It says here reached marked location in North Centauria, so I assume we're supposed to head back to North Centauria. Oh, that's not right. Marked location North Centauria. Where would that be? Wait. North Centauria. Yeah, it's here. Okay, let's switch on the quest marker and see where we're supposed to go. So yeah, without further ado, let's continue on. Past the prologue, of course. And see what do we have to do, honestly. During the story, Yujiro cannot be switched out of the party except when he's away or when Kirito must fight alone. Characters who are temporarily unavailable can be used upon blah 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 blah. Most blah 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 blah. Yes, let's begin.果てしなく広がる大地、アンダーワールド。この世界でまるで要のように存在する人界では、長らく続いていた最高司祭アドミニストレーターによる支配が終焉し、しばしの混乱の後、ひとときの落ち着きを世界は取り戻していた。人界の平和のため愛する人のため、様々な理由で戦った者たちは、それぞれのなすべきことを、役割を見つけ、新しい生活を送っている。人々は平静を装ってはいるが、未だ自分たちの身に起きた大きな変革に、課せられた試練、残された問題に戸惑う者が多い。それは僕自身も。今まで暗い夜闇の中を手探りで光を探しながら歩いてきた。闇が晴れ、月明かりが差し込んだけれど、どう歩いていけばいいか分からず、今は考えている。ともあれ、光ある方向に進んでいることは間違いない。どう歩いていけばいいか分からなくても、誰と歩きたいかは分かっている。一連の事件の中枢にいた人物がたった一人の少年であることは広く知られてはいない。I wonder who that person would be. Kirito, I guess. Wow. What an intro. これが僕はプロテクション、ようやく見つけた。僕は一人きりなんかじゃなかったんだ。ありがとう、キリト。
Wow, it's like Kirita's having a nightmare. There? Something's gonna happen to you, Joe. Kirito-kun! Kirito-kun, どうしたの?顔、真っ青だよ。悪い夢でも見た?ハスナ…ここ…雲上庭園だよ。日向ぼっこして過ごそうってキリト君が言ったんじゃない。私は起きてたけど、キリト君はいつの間にか眠ってたの。みんなは、メディナやアリス、それにユージョは、ユージョは生きてる。ヨナ、本当にどうしたの。キリト君生きてるに決まってるじゃない。今日はまだ会ってないの。セントラルのどこかにいるはずだよ。探しに行く?いや、いい。生きてるなら、いいんだ。キリト君?アスナ、ごめん。大丈夫だよ。なんか、懐かしいな。ほら、出会った頃は、俺がアスナが眠ってるのを見守ってただろ。覚えてるか?あの頃は…キリト君、嘘つかないで。それ、私のために優しい嘘を言っているつもりなら大間違いだよ。大丈夫なんかじゃないでしょ。アスナ…好きな人に心配させたくなくてつく嘘ってあると思う。でも、私は嬉しくないし、辛いことがあるなら言ってほしい。話すことすら苦痛なら抱きしめるよ。抱きしめてって言って。キリト君、手が震えてるよ。格好悪いなんて絶対に思わない。ううん、格好悪くてもいいの。私は君の恋人で、君を守るって決めた。君のための剣士なんだから、君も私を守ってくれる剣士でしょ。うん、俺はアスナの剣士だよ。君を守る。うん。それで?アスナにはかなわないな。俺、夢を見たんだ。夢の中で、アスナと離れて、アンダーワールドで過ごした時間、出会った人との記憶をたどってた。それだけならよかったんだけど、ユージオが、あいつが、アドミニストレートとの戦いで剣になって俺と戦ってくれた話はしただろう。うん、大事にならなくてよかったよ。でも夢の中で、友情は剣のまま折れてしまったんだ。俺、親友が死んでしまうことを聞いて、それで怖かったね。This is definitely like the. I guess it's. That scene is actually from the anime. I'm not sure if you're a good person.現にキリト君はみんなを守ってくれたよ。運が良かっただけだよ。それに強さに上限なんてない。もっと強くなりたい。前から考えていたことはあるんだ。剣技を磨くだけでなく、人気とまではいかなくても、それに追随するような武器を探すことも必要かもしれない。Okay. あと、もう一本。Oh. それは、二刀流のために。そうだね。We already have! キリト君はいつも、もうダメだって時に、二本の剣で救ってくれた。私もその恩恵を受けてるから、言っている必要性はわかるよ。やっぱり、Flashback, we have already. We already have dual wielding swords. 二刀流の本当の強さは引き出せない。
今まではユージオがいてくれたから俺は強く必要を感じてなかったんだ。あいつがそばにいて戦ってくれる、それがさ、俺にとってはすごい安心感があった。この世界に一人ぼっちで投げ出されて、あいつと出会って、俺たちそれからずっと一緒に歩いてきた。俺にとってはまるで友情がもう一本の剣だったんだ。俺も友情にとっての剣であれるよう二人で頑張ってきた。でもアドミニストレーターとの戦いで俺はあいつを一時失いそうになった。エディナもだ。次に同じような危機が訪れた時、俺はまたあの恐怖を、絶望感を味わうのは耐えられない。あいつを、あいつだけじゃない、みんなを守れるようにできる限りのことをしたい。キリト君はユージオ君やみんなが本当に好きなんだね。うん、俺みんなが好きだよ。ねえ、カーディナルさんに相談に行こうか。二人でここで悩んでいるより知恵のある人に助言を頼む方がいいと思う。カーディナルに？いや、でもこれは俺のわがままだし。いいから立って、ほら手を握って、私と歩くの。ああ疲れたら引っ張ってあげる。歩きたくないって言うなら肩車したっていいよ。 I think that's a bit much. 私はしてもらったことあるもん。あのね、君はここでも英雄かもしれないけど、私には一人の男の子として寄りかかってくれていいんだよ。アスナは俺を立ち上がらせるのが得意だな。じゃあ一緒に相談に行ってくれるか？もちろん、ナビゲートは任せて。ユイちゃんとまでは行かないけど、君の妻が、yeah, where is Yui? Surely she'll be lonely without Kirito and Asuna. そうだな。Come to think of it. そうだよ。ほら、カーディナルさんがいる大図書室に行こう。Okay. I hope there's not just more stories. I want to play at least. So basically, from what I understand, we are going to get, we're going to finally find Kirito, another divine object that has the same level as Kirito's original sword. So I guess you can't just use Yu-Gi-Oh as a sword for his dual wielding, but I don't know.もうだいぶ覚えてきたけど、ここって本当に広いよね。庭園や大浴場もあるから、施設としてはすごく贅沢なんだけど、住むとなると、俺たちにはログハウスで十分だしな。十分だなんて、あれは最高の贅沢です。木造住宅の温かい雰囲気、大きなクッションを抱いて、ホットミルクを飲んでうとうと。やめろ、恋しくなるじゃないか。時には友達を招いて、お料理を食べて、おしゃべりをして、攻略会議までしちゃったりして、可愛い娘ともいつだって会えた。Yeah. 元気かな。 Yeah, why don't you just bring Yui in? でもここで会ったこと、帰ったらたくさん聞かせてあげよう。ユウキやエギルさん、クラインさん、みんなに。I bet Klein's gonna, you know, その時にユージオも gonna screw them. Klein's gonna get angry at Kirito. 俺の一番弟子にして親友なんだぜってさ。できるよ。あ、ほら、噂をすればユージオくんだよ。ユージオ。何キリト、手荒な挨拶だね。こんにちはユージオくん。キリトくんのことは許してあげて、ちょっと人恋しい気分なの。いやアスナ、キリト、アスナがいるのに人恋しくて僕に抱きつくのかい？こら苦しいよ。
痛いところないか？朝飯食べたか？睡眠とってるか？もう何なの本当に。健康だよ。キリトこそその質問されるべきじゃないかな。しっかりしなよ。アスナの前だよ。二人はどこかに行く途中？まあちょっとな。後で時間が空いたら稽古でもしようよ。今日はまだ体を動かしてないんだ。あ、俺と？他に誰がいるんだい？キリト、君は僕の剣の師匠じゃなかったっけ？ああ、そうだな、もちろん。アスナ、いいよな。なんならアスナも。アスナ、私、いいこと思いついた。えい、えいって、アスナ、どうかしたの？僕らの手を掴んで。なんでユージオの手を掴むんだ？というかこれ、俺たち捕獲されてないか？されてる。捕獲されてるよ、キリト。いいえ、連行よ。ユージオ君も一緒に来てほしいの。事情は道すがら話すから。行きましょう。カーディナルさんに会いに。何の罪？何の罪で僕はカーディナルさんのところに連行されるの？ごめん、それ多分俺の罪。キリト、また何か無茶なことを？それともつまみ食い？はあ、もう何をしたのさ。いや、したっていうか、これからするためにはどうしたらいいかっていうか。考えるなら人が多い方がいいし、現地人であるユージオ君の意見も絶対必要よ。 Not sure about that。 よくわからないから、ちゃんと説明してよ。怒られるなら一緒に謝ってあげるからさ。ユージオ、お前ってやつは。ほら、二人とも歩いて。とにかく行こう。Okay, now we're... Hey, where's Alice? Hmm. 事情は分かった。お主の思いもしかと受け止めた。Wait, whoa, whoa, wait, hold up. What's the problem? しかし、人気をもう一本か。語るのは簡単だが、手に入れるのは至難の業じゃ。キリト、ユージオ、アスナ。そもそもお主たちは、人気とはどんなものであるか、わしに言えるか？長い歴史を持つリソースを変換した武器だ。キリト、リソースってなんだい？あ、まずい。つい友情にはわからない言葉で言ってしまった。この場合のリソースは、なんて定義したら伝わるんだ？キリト、わしから答えてもよいか？ああ、もちろん。助かるよ。リソースとは、神聖語の一種じゃ。万物に宿る力のもと、神聖力というのが分かりやすいかな。 Sorry, can't help stop teasing him. その神聖力が秘められ、Just how it is. 物質として語られたものだな。存在する時間が長ければ長いほど大量の神聖力を保有している。そういったリソースを手に入れることができれば、人気を作る材料、基盤として使うことができる。リソースに込められた神聖力は武器の強さにも比例するというわけじゃ。ユージオ、今の説明で理解できたか？ I don't think so. はい、ありがとうございます。そうか、だから人気は強いんですね。 Wow, he understood that. 確か、戦闘騎士のみんなが持っている人気はそれぞれ逸話があるんだよね。うん、人気は歴史と逸話が合わさってこそ生まれると言えるのかな。僕の青バラの剣がまさにそうだね。英雄ベルクーリの伝説がある。キリトたちには馴染みがない話も多いかもしれないけれど、僕らアンダーワールドの人間にとって人気とは
伝説が武器として形となったものだよ。知っている人たちの人気を一度整理してみようか。Oh, wait. Wait, what are we supposed to do here? What are we supposed to do here? Okay, I'm not sure what you're supposed to do here. I'm just gonna pick the first one, I guess. Kirito no Yozora no Ken. Gigas Shida kara tsukurareta Shikkoku no Ken. Oh, I think we just have to go through all of them, I guess. Boku no motsu Aobara no Ken. Eikyū hyōkai to Aobara, 2 tsu no risōsu tokusei o motsu. Okay, Blue Rose and Eternal Ice. Arisu no Kinmokusei no Ken. Yeah, I think. 人海の真ん中に生えていた金木星がリソース。 Because both our Night Sky Blade and the Osmesis Sword comes from the tree. So this is. ファナティオさんの天線剣。ソルスの光と鏡がリソース。 This is Soltis Light. Oh, Eldrie. エルドリエさんの総輪面。 Snake. 東帝国の山間部の No surprise. 巨大な蛇がリソース。 No surprise there. ベルクーリさんの自戦剣。 かつて時を示していた時計という神器の一部がリソース。 Clock. And デュソルバートさんの支援球。 南帝国の火山の不死鳥がリソース。 Phoenix. キリトの夜空の剣。 See, there's a tree. ギガスシダーから作られた漆黒の剣。人気の説明は終わる？ Yeah. So I assume that this is just to tell. I guess this is like it's gonna be important the way because we had to go through them all. こんなものかな。カーディナルさん、いかがですか？ 人気という存在の説明は十分じゃ。よく理解しているようじゃな。けどって顔しているな。そうじゃな。ただ一点重要なことが抜けておる。人気とは人が人気を選ぶのではなく、人気が人を選ぶ。これが一番重要なことじゃ。たとえお主が誰かの人気をポンと譲り受けたとしても、 それを真に使いこなせるようになるには時間がかかることじゃろう。一番理想的なのは人気のリソースと最初から出会う旅をし、自らの手でそれを持ち帰ることじゃな。人気に認められるって具体的に何をしたらいいんでしょう。人気を人気と思うからそう難しい顔をすることになる。アスナ、 お主は友人をどうやって作る？一緒に時間を過ごして、その子のことを知って、自分のことも知ってもらって。は？そういうことじゃ。人気とはただの武器ではない。だからこそ、リソースの状態から出会い、時を共にするということは無駄ではないのじゃ。じゃが、問題がある。 アドミニストレーターによって、操の脅威となるべきものはほとんど排除されてしまっているということじゃ。人気級のリソースになり得るオブジェクトや存在がないってことか。ないとは言い切れん。先ほども言ったが、脅威となるべきものは排除の対象となった。だが、いかにアドミニストレーターといえど、全てを見通す目があるわけではない。 ここより遥か遠い土地にて探せば、何か目星いものがあるよ。いい、スカベンジャーハント。オッケー。ユージオの剣が良い例じゃが。I think we know. 僕の青バラの剣ですか。I think I know where we can find that. ユージオの青バラの剣は永久氷塊と青バラという二つのリソースが組み合わさっておる。
新勢力を多く吸収したものという前提は変わらないが、それが一つでないとダメだというわけではない。これはというものがあれば、So we just have to go find these resources out in the open world, I guess. Ah, this is gonna be fun. そういう選択肢もあるということじゃ。お主がいくつかリソースを探してきたとする。それらを武器に変換する。その武器たちをさらに束ねることも不可能ではない。武器を束ねる。そっか、そうだよね。ユージオ君の青バラの剣は2つの特性を重ねてる。どんな形になるかはわからないけれど、重ねて作る。やっていることは一緒なんだ。そうじゃ、理解が早いぞアスナ。オブジェクトを変換し結合する、その行為自体はさして特別なことではないのじゃ。故に人機作成はわしに一任してくれて構わん。さてどうする、キリトよ。思い描いていただけのことが急に現実味が湧いてきた。アスナの言う通り、相談して正解だけど、道が開けたからといって俺はそこに飛び込んでいいのか。ありがとうカーディナル、すごく参考になった。What is it, Kirito? 何やら迷いがあるようじゃな。遠くに旅に行くってことは、それだけセントラルを開けるってことだ。俺のためにリアルワールドから来てくれた仲間だっているのに置いていけない。キリト君、人界の人々はアドミニストレーターの統治が終わって混乱している。聖号騎士が混乱を収めに行くことも多い。俺は必要とされたら手助けしたい。菊岡さんや比嘉さんとの連絡も取れないままだ。ここにいられる間、俺が引き起こした事柄を、この世界を最大限良くしていきたい。放置していくことなんてできないよ。ふむ、では最もな理由があれば良いということじゃな。あ、そういうわけでは。カーディナル、何かあるのか。お主が危惧していること、人界の平定じゃ。それはわしもここ最近ずっと考えておった。アドミニストレーターなきやと、人界では不穏な動きが増えておる。まず一つ、あやつが封印や弱体化させていた獣や怪物たちが再び動き出しておるということじゃ。次に、人界の中枢を担っていた存在が消えたこと。マシという代理はおるにはおるが、あやつのような絶対的な権力による統治はしておらん。そういう存在がいなくなったことで悪巧みをする者も増えた。各地で小規模とは言えない争いが勃発し始めておる。様子を見ておったが、そろそろ治安維持として各地を見守り、争いを防ぐ存在が必要な時じゃ。編成はすでに決めておる。キリト、お主だけではない。他のリアルワールドの仲間たち、聖号騎士たち、お主のチキたる者たち、そやつらすべてに助力を願いたい。お主の懸念事項はわしの依頼によって解消されたと言えんか。それってつまり。そう、人界の治安維持活動として各地を旅せよ。同時に人気となりうるリソースを探せということじゃ。Oh, yes. 悪い話ではなかろ。向かってほしい地帯はいずれもセントラルより遠く離れた場所じゃ。 Oh, I'm excited for this. 見たことがないようなものとも出会えるじゃろ。人気となりうるリソースと出会える可能性も高い。 Come on, I wanna go! いや、今は良い。 Hey, why? 何か別の問題でもあるのか。わしの編成では、キリト、お主はユージオと二人で北方面を守ってもらう予定だった。Oh. But ユージオと。じゃが、遊撃隊のように動く組がいてもよかろう。その方がリソースも探しやすい。場所は固定せずに自由に動くといい。Yay! That's how it's always been. ユージオ、
わしはお主たちの旅を見守ってきた。二人ならどんな山も谷も苦難すら乗り越えて目的を果たすことができると信じている。お主たちにはその力がある。カーディナル、カーディナルさん。二人では心もとない領域に立ち入る場合、必要な人員は、so it's just gonna be us and Yujiro, I guess, for the most part. 都合をつけさせよう。キリト、お前から頼まれれば皆も助けは惜しまんじゃろ。異論はあるか。カーディナルさん、私はアスナには他の編成で司令塔と精神的支柱を任せたいと思ってあった。聞けばリアルワールドではそういう立ち位置も経験済みだとか。はい、あくまでわしが考えた編成じゃ。嫌ならそう言ってくれて構わない。私はキリト君と離れ離れは嫌。どんなことがあろうと一緒にいたい。本当は私も一緒にって。 Don't worry, we can travel together. けれど、 like our current party, Kirito, Yujiro, Asuna, and Alice. 時間が必要な気がする。誰かを失いかけたことへの恐怖は誰かとの時間でしか癒せないって私自身が知ってるもの。キリト君を失いかけて結婚して二人だけであの世界を過ごした時間、あれがなかったら私きっと耐えられなかった。寂しくても私は送り出してあげなきゃ。キリト君、私は賛成だよ。ユージオ君と二人旅をしてきて。アスナ、でもカーディナルさん、各地に散らばり治安維持をするということは私もキリト君のリソース探しのお手伝いをできますよね。もちろんじゃ。その方が効率も良いじゃろう。セントラル本部のことはわしに任せておけ。各地の人員との情報を集約しキリトに伝える役割も果たそう。じゃあ私はカーディナルさんの編成に従います。ユージオ君、キリト君をお願いできますか。知ってると思うけど危なっかしいの。僕は構わないけど、アスナはいいのかい。恋人なんだろう。恋人だからユージオ君にお願いしたいの。キリト君のことはユージオ君だってよく知っているでしょ。一人で何でも抱え込んじゃうし、そのくせ首を突っ込んで面倒ごとに巻き込まれやすいの。たくさんの人に囲まれているとそう見えないかもしれないけど、本当はすごく寂しがり屋な面もある。でもそのくせフラッといなくなっちゃったりもして手が焼けるの。ちょっとアスナ、アスナ。だから信用できる誰かに見守っていてほしい。ユージオ君、お願いします。わかった。アスナの気持ちは受け取ったよ。キリトのことは任せて。離れても僕が最後には必ず君のもとへキリトを返すからね。うん、信じてる。ああ、なんか俺、子供みたいな扱いじゃないか。実際そういうところあるよね、キリト君。あるある、すごくわかるよ、アスナ。君たち、俺への認識を改めてもらう機会が必要じゃないか。こーら、わしをいつまで置いてきぼりにする。ポーカーディナル。決意は固まった。それでよいか、キリト。ああ、これだけ言ってもらってやらないわけにはいかないよ。手に入れた暁にはこの俺は精神的にじゃなくみんなを守ることでお返しするつもりだ。うむ、ならわしも支援を惜しまん。よし、キリトよ。今お前のステーシアの窓を変化させた。OK, let's have a look. 確認してみてくれるか。 Oh, it's a call admin button. Why did we have this earlier? わしとの連絡はこれでやり取りができる。 OK, sure. リソースを手に入れた時にそこから連絡するのじゃ。わしからお主たちに何らかの事件の解決の依頼に使用する場合もあるだろう。わかった。Okay. ありがとう。Come on, come on. Where are we gonna start? Oh my goodness. さて、
It's like, this has been prologue for the past 20 minutes, I think. Kimiwa? Ah, 二人旅の再会だな。お前とならどこだって行くさ。行こう、ユージョ。Yay! Let's go! Finally! My goodness, there's so much talking. Might have to split this into another part, I guess. So that we'll start the episode fresh as we move into this new area.Hey, why is Medina in our party? Supposed to be... Okay... That was unexpected. Yahoo! The journey begins! Okay guys, since the quest marker just came up, so yep.This will mark the end of this episode of Four Sword Art Online Alicization Licorice. I will take a short break, and in the next episode, we are gonna head out. We're gonna continue on with the next part of the main storyline, Ironwood Blossom. So, yep, thanks for watching. See you in the next episode. Take care. Bye bye.